にもなく保険をかけておいてよかったぜ。ダンテの気配がないところを見ると、同時期にやられたってことか。ここまで歩いてきてわかったが、人の気配も普通にある。冥界側も失敗したってことか。人気連も起きたもんだぜ。もう人気連には頼らない。俺のやり方で世界を我が物とする。ご主人の専属神になる前に実力を見せてほしい。どうやって決める？戦いが全てなんて言わないよね。はい、実力自体は私は認めています。見る必要もありません。やるのはあなたたちの能力を今ここで見させてほしい。私たちの能力ですか？これは俺がメリアにお願いしたんだ。センス、実力、そこはメリアが認めるなら異論はない。慕ってくれる気持ちも伝わった。だけど二人の手の内を知らない。だから専属神になる前に俺に二人の持つ力を見せてほしいんだ。完成度は問わない。俺含め全員未熟だ。そうですね、能力は見せておいた方がいいですね。じゃあ、ちょっと白刀打ち合わせしていい？どうせならとびっきりのを披露しちゃうよ。いいわよ、この能力が見れたらいいみたいだし。私も異論はありません。私たちはここで待ちますので、どうぞ、打ち合わせしてきてください。白、あなたの能力と私の能力を合わせて、この町を一気に元に戻さない？大丈夫だけど、かなちゃんってどんな能力持ってるの？お支配する能力だよ。ハクは？お支配する能力。なら相性バッチリだね。なら、こういうのはどうかな？どうすると思う？さあ、私も二人の能力までは知らないのです。多分あの二人だからすごいことやりそうだよね。お待たせ、打ち合わせはできたからいつでもいいよ。きっとみんな喜ぶよ。それじゃあ、早速見せてちょうだい。オッケー。せっか、悪いけど、メリアと主を触ってて、影響してしまうから。わかったわ。それじゃあ、少し離れますね。それじゃあ私から行くよ。次元、虚空世界。今いる町の住人を全員この世界に隔離。私の次元支配、本領発揮ね。さあ、次は私の役割だね。時空、空間掌握。兵糧剣心打ち。空間を掌握でこの時全体の地理を掌握。そして、時空、トトコブシ。私が掌握した空間を、私の時間支配で壊滅前の姿に戻す。時空支配、トトコワシの剣、タイムミラー。さあ、時はほぐした、私の掌握されし空間よ。時の支配者白の名のもと、過去の姿も変えれ。完了、元に戻して、かなちゃん。オーケー、それじゃあ建物と被らないように住人を解放するね。町が、戻った。すごい。結果お姉ちゃん、お母さん、私ですら全く進まなかったのに。次元と時空。次元と時空。カナの能力は、次元支配。以前のご主人が主に使っていた能力です。別次元空間を作ったり、時間や空間の概念を超えた力を全て操る能力です。白の能力は、時空を支配する能力。カナと違って、時間や空間という概念を全て超越することができる能力です。今回のような時戻し、時送り、時変換、空間なら空間に関与する全てのものの支配。申し分なし、否定する理由が見当たらない。俺も同意だよ、まさかここまですごいなんて。それじゃあ専属神決定だね。うん、問題ないよ。散々確かめたり、疑ったりして悪かった。俺もその、どうしても、さ、いいよ、言ったでしょ。専属神に従ってるって気持ちは二人ともよくわかってるから。はい、あとはトト様が私たちを専属神にしやすい状況を作ればいいだけでしたので。支えられてるな、俺。俺でいいのか？はい。わかった、それじゃあかな。待ってました。はく。ふつつかものですがよろしくお願いします。二人を今ここで専属神として認める。異論はないか？ありません。セレカのトトと同じオーラ。私が得たオーラと同じ。専属神のオーラですね。第二オーラ発動時すべてあのオーラになります。あれは証みたいなもの、刻印のオーラとも言います。そうなんだ。これで二人専属神が増えて、五人。専属神の方は順調ですね。あとはオーブを集めないと。放送、復帰してすぐ、嫌な予感がする。町を戻してくれたこと、心から感謝しよう。こんなにも早く町が戻ったのは嬉しい誤算だった。もう一度絶望しろ。
失敗作とも。いや、無駄のと。嫌だ、嫌だ、助けてくれ。ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。